それは大変ですね。はい、なるほど。そういうことなら任せてください。困った時はお互い様じゃないですか。はるかさんにお大事にとお伝えください。どうしたの？電話の相手ってかなたさん？はい、はるかさんが風邪をひいてしまったので本日は学校を休むそうです。そうなんだ。早く良くなるといいね。はるかさんのために特製のお粥を作るんだと張り切っていましたよ。ライフデザイン学科の特待生なんだもん。ただのお粥もかなたさんにかかればきっとほっぺたが落ちそうなくらい美味しくなっちゃうんだろうな。想像しただけでお腹が空いてしまいますね。本当だね。あれ、どうかしましたか？今日ってライフデザイン学科のスイーツ発表会じゃなかった？一般のお客さんを招いて行われる本格的なのだから頑張らなきゃって言ってたような気がするんだけど。はい、その通りです。今日のために部活の合間を縫ってレシピを考えていたみたいですし。そっか、残念だね。ところで任せてくださいって言ってたけど何か頼まれたの？ええ、かなたさんの代わりに私が発表会に参加することにしたんです。せっかくレシピや材料を用意したのに使わないのはもったいないですから。え、せつなちゃんが？はい。いや、学科が違うのにそんなことできるの？申請をすれば可能なんですよ。そうなんだ。参加する以上ベストを尽くします。それって私も参加できるかな？せつなちゃんの見張りじゃなくてお手伝いをしたいんだけど。本当ですか？心強いです。うん、せつなちゃんが出るなら放っておけないかなって。ありがとうございます。立派にかなたさんの代わりを務め上げましょう。